そしたら餌をちょっと小さめにします。で、当たりがあって食い込まないときは、この頭が硬いんで、頭の部分を外して、身の柔らかい部分を、こういうふうに刺します。で、今度はこの垂らしてる部分、これを短くこういうふうに切ります。で、こっちも同じように、この頭の硬い部分を食わないんで、この部分は捨てて、柔らかい部分、で、垂らし短めにします。で、一番上のところも、これここふにゃふにゃになって、ここ噛んだ後ですね。で、ここ硬いんで食い込まなかったということです。で、これも、ちょっと細めの誤解を選んで、頭の部分を外します。頭の硬い部分を外しておいて、柔らかい部分を使います。で、これも垂らし、この短めに、こういうふうに短めにします。で、これで同じところに、当たりがあったところにもう一回投げて、これで釣ってみます。